思い切り踏んづけたペダルはまで空を飛べそうなくらい勢いをつけて回った後ろに乗せた君の回した腕が僕のこといつもより強く抱きしめた気がしたあの日の風の色は思い出せるけれどあの時の夢と日々はずっとくすんだまま僕らは綺麗な色を塗りついたみたいちょっとかっこ悪いことも壊れた夢の色もパレットに広げもう一度明日を描こう川沿いずっと食らって立ち入り禁止の柵を越え河川敷の先までペダルを漕いだ自転車を投げ捨てて見上げた空1979年の曲なんですよね。で、この曲やってみないっていうことで私知らなかったんですけど、できるかなと思ったんですけど激しいからでもやってみたらすごいノリノリで楽しくて
ありがとうございます。聞いていただいて1曲目ちょっと待って、はいはい、ちょっと失敗しましたね、はい、レインをね変えたてでチューニングが狂っちゃうんですね。ちょっと失敗しちゃいましたね。はい、多分ね、多分ね、多分ね、あと2曲ぐらいできますよ。そうなんですか、ちょっとね、はい、4曲だけにしようと思って、これ最後にしようと思ったんですけど、どうします？まあまあ、ちょっと ね、うん、この曲ね、初めてお初なんですよね、演奏するの今から。でね、ちょっとね、私ちょっと小道具持ってきたんで、緊張をほぐすために。いいですか、かぶって、かぶっていいですか？何をかぶってよ、赤いんやけど、かぶるやん。小道具、緊張をほぐすために、ちょっとハロウィンやから、ちょっとこれをかぶって。早いけど、これかぶってやっていいですか？はい、やりますね。好きやな、自分なんでもいいけど。はい、ね、次やる曲が、嵐、これ嵐ちゃう。嵐が V6。V6、あ、もうちょっと、ね。V6、愛なんだ。愛なんだっていう曲やるんですけど、そうそう、これもね、練習し始めて、まだちょっと歌詞も覚えてないし、コードも覚えてないのに、やめてよって言ってんのに、いや、やるって。もう無理やり今日やらされるような感じなんですけど。でそうですよ、私もだから初です。新しい曲ヨウさん増やさなあかんって言うて、ヨウさん今練習してるんですけど、今俺田原俊彦とか歌わされてるちょっとみんな交互期待で。もう私がね、私生き物係と田原俊彦のファンクラブに入っておりまして、ぜひトシちゃんもということでやらせておりますので、またそのうちみんなで聞いてもらえると思います。そんな中の一回ちょっと振り付けもあったんですけど、これは V6 の愛なんだ。はい、手拍子よろしくお願いいたします。場所もなく、どうしてこんなに乾いているんだろう。胸に眠る眩しすぎる夢も、時の流れにいつか消えてしまうのか。本当の愛だけ叶えたい、いつでもどこでも与えたい、もっと全てを変えてみたい、逃げない、負けない、離さない、感じることなら嘘つかない、いつでもどこでも求めたい、もっと全てが変わるまで。イエーイ。そうなんだ、きっとここから愛なんだ、
ことが愛なんだ。傷つくことを恐れちゃダメ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 だよ baby。 辛い時でも愛なんだ。できるないかが愛なんだ。信じてみてもいいはず。諦めない、初めてやったんですけど、私のタップいけてました。バッチリ、よかったわ。なもうちょっと時間欲しい。もうちょっと、そう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 、ちょっとトシちゃんまだちょっとね、もうちょっと時間かかるんですけど、ね、はい、今日ねこのお店で初めてやらせていただいたんですけど、本当に歌いやすいね。そう、ありがとうございます。チーズケーキもすごい美味しくて、もうちょっと感動して、もう8個言うからさ、一番最近に食べないとかも。初も好きやからね。初も好きやから。そしたらこれ題名なしでいきますよ、はいはい、さあ次の曲なんですけど、近づく